カロライナドッグとは、アメリカ合衆国原産の野生暮らしをしている、犬種である。犬種名の、カロライナというのは、もともと原産地名ではなく、生き残った最後の個体が生息している、地域名にちなんで付けられたものである。別名は、ノースアメリカンディンゴ。現地でのあだ名は、黄色い老犬という意味のオールドイエラー。古来から存在していた犬種で、もともと、 アメリカ北部のネイティブアメリカンによって飼育されていた家犬である。これが逃げ出したり飼い主であるネイティブアメリカンの迫害によって取り残されたりして野良となり独自に進化を遂げて犬種として発展したものである。自力で獲物を調達して生き抜くたくましい犬でかつてはよく見られたが生息地が次々と開発されることにより頭数が減少した。最後に生き残ったのは サウスカロライナ州のサバナ川地区だけで絶滅が心配されていた。しかし、野生のカロライナドッグを研究、保護する生物学教授が現れることによって絶滅の危機から脱することができた。サバナ川地区の立ち入りは禁止され、持ち帰られた子犬をもとにブリーディングも行われるようになった。研究材料として飼育されているカロライナドッグの一部は 一般の人の手にも渡り、ペットとしても飼育されている。サバナカワ地区の野生生活を送っているカロライナドッグも厳重に保護されていて、自治学者や専門家が立ち入って生態を調査している。保護は厳重だが現在でも希少な犬種の一つで、アメリカ合衆国以外ではほとんど飼育されていない。例外はカナダのみでアメリカとの国境地帯に在住している人によって、 数頭が飼育されている。容姿は、異名の通り、リンゴに似ている。筋肉質の引き締まった体つきで、立ち耳、飾り毛の少ないタレを持つ。コートは、ショートコートもしくはスムースコートで、毛色は、イエロージンジャーやレッドなど。中型犬サイズで、性格は忠実だが、内向的で警戒心が強い。身体能力は高く、運動量も多い。デズモンド・モリスの研修辞典。 デズモンド・モリス著書、福山秀也、大き卓約性分動振興者、2007年。ありがとうございます。